Podcast。 読書の魔法、毎週一冊本をご紹介しています。選書は函館行動丸井まい店さんにご協力いただいています。今週はビジネス書のご紹介です。ダイヤモンド社から出ています野村博之、頭のいい人だけが解ける論理的思考問題、ビジネスの思考法発想法の本となっています。ちょっと難しそうって思いますか？今ね、これ人気の本ということでご紹介いただきました。世界の超一流企業の採用試験に出題される論理的思考力を試される問題集、柔軟な思考によってさまざまなアイデアを生み出す力、その場を切り抜ける力を持っているかが試されるというものなんだそうです。まあ、もちろんね、ビジネスに役立てたいっていうのも一つですし、ちょっとこうね、ハイレベルな脳トレを求めているっていう方にもね、おすすめなんだそうです。3月末発売でしたが、発売からですね、ずっと人気ということで15万部突破の本です。今日ご紹介は野村博之、頭のいい人だけが解ける論理的思考問題。読むほどに賢くなる最高の知的トレーニングはいかが？この本は考える力を鍛える本です。論理的思考、批判思考、水面思考、俯瞰思考、多面的思考、5つの思考力を鍛える67の知的問題が出題。 Google や Apple、Microsoft といった超一流企業が採用試験で出題する世界レベルの問題で、考える力をその手にできるかもしれない。突然ですが問題です。この本139ページ、熊の色はという問題より、問題、ある学者がテントを立てているとクマが現れた。パニックになった学者は南へ10キロ、東へ10キロ、北へ10キロ走ったところ、テントに戻ってきてしまいました。さてクマの色は？ね、問題も私も読みながら何のことだろうって思ってます。この問題は水平思考を駆使して解く問題となっています。函館行動丸井まい店のスタッフの方へこの本の表紙を見せて、今から問題を出します、考えてくださいと出題したところ、答えは10人十色となりました。本の色に緑が入ってるから緑色、日焼けして黒とか、たくさん移動したから泥だらけなので茶色、それだけ移動したのであればクマを巻くことに成功してクマはもういないんじゃないの、なんていう様々な回答がありましたが、正解は白です。長めの解説がね、必要なんですけど、要約すると、頭の中では地図など平面で想像して、南は下へ10キロ、東右へ10キロ、北上へ10キロというふうにね考えますけど、球体で考えると南へ10キロ走った地点からどれだけ東西へ移動しても北へ10キロ走ることで元の位置に戻ってしまう場所ありますよね、ということで、それが北極点で、学者は北極にいるということになるので、現れたクマは北極グマ、白クマなので答えは白。平面ではなく球体で考えるという決めつけではなく、頭を柔らかくしていろいろな可能性を考えることが大事なんです。なんということでしょう、難しいですね。もう一つ問題です。ということで、27ページ目から3人の村人という題の論理的思考、オーソドックスな問題があって、ということで、あなたの前に3人の村人が、1人は天使、1人は悪魔、1人は人間。天使は必ず真実を言います、悪魔は必ず嘘をつきます、人間はランダムに真実を言うでしょう、と。3人の村人 ABC は次のように言います。 A は私は天使ではない、 B は私は悪魔ではない、 C は私は人間ではない。
それぞれ村人の正体は何でしょうか。ここからは矛盾のない真実を導けるかどうかが鍵です。こちらの答えはどうぞ本屋さんで実際にこの本を読んで確かめてみてください。皆さんも思考力を鍛えて地頭力強化しましょうといただいております。この2つ目に出てきた問題は結構聞いたことがある方がね多いんじゃないでしょうか。嘘つきがね、真実を言う人、嘘つきが1人、そしてランダムに真実を言う人が1人、そこから3人がそれぞれ誰なのかを当てるというありますね。今日ご紹介している頭のいい人だけが解ける論理的思考問題、今日は冒頭で5つの思考力を鍛える67の知的問題が出題というふうになっていました。論理的思考、いくつもの調査データを整理分析して必要な打ち手を考える。批判思考、既存の方法を鵜呑みにせず常に新しいマーケティング手法を検討する。水平思考は行き詰まった時に思い込みや常識を捨て新しい手法を生み出す。俯瞰思考は広告手法やターゲット、形質、場所、内容など数多ある選択肢を俯瞰し最善策を選択する。多面的思考は自分の視点にとらわれずユーザー目線など多面的な視点で考える。ちゃんと考える力をつけていくということでね、まあこれ頭のいい人だけが解けるってタイトルについてるんですけど、まあこの問題いろいろ考えながら、あ、自分の考え方のシフトチェンジっていうのがねできるようになるのかもしれません。まあまずは今ね出てきた問題ので答えは何なのっていうのが気になりますよね。気になった方はぜひ函館英語堂丸井前店さんでこの本お買い上げください。読書の魔法、今日ご紹介したのはダイヤモンド社から出ています野村秀幸、頭のいい人だけが解ける論理的思考問題でした。See you in the next episode.